はい、皆さんこんにちは、樋口金巻光です。本日はですね、マキタの新商品のご案内をしたいと思います。久々ですね、充電式の草刈り機が発売になります。じゃん、 MUR195UD シリーズが発売になります。18V ですね、満を持して発売になったという感じですかね。後方モーターです。耐久性はこちらの方がかなり上がるんじゃないでしょうか。そして後方モーターになるとですね、ランタイム、作業時間が落ちるんですけど、今回のこのですね、新しいモーター方式のやつではですね、6アンペアで、一番低速で2000回転でですね、回しっぱなしですね、負荷をかけないで回しっぱなしの時間が5時間50分となっております。さらにですね、最高回転数にした時は約40分という形でですね、回転数の幅によってランタイムがとんでもなく差が出るというふうな状況のモーターになっております。楽々モードにするとですね、長時間作業が3500から6500回転で回転数が変化するという、で実際その時の作業時間はですね、どのぐらい差が出るのかっていうところですけど、草の状況次第で変わってくるというふうな形ですかね。で基本的にはね、私は、チップ操作業専用としてお勧めしたいモデルになります。ナイロンコードや使う場合はね、中速から高速設定じゃないと難しいみたいですけどね。で、2000回転で回す、その一番の低速で、ランタイムが長い状態のもので回す場合はナイロンコードカッターは非推奨となってますけどね。まあモーター自体がね、基本的に小さいので、ナイロンコードカバーをつけたとしても2ミリぐらいので、280、300とかそのぐらいの長さの直径ぐらいしか出せないんじゃないかなというふうなイメージですね。そしてですね、新しいものが出てきております。機能としてですね、ここはさすがマキタですよね。 40V のタイプたちの MUR015 とかの廉価版を出すとかそういうイメージではなくてですね、新しい技術はどんどん投入しております。草刈りカバーが変わります。これ草詰まりしにくい新形状のプロテクターになります。こちらの形状ですね、エンジンだとホンダであったり廃坑機だったりが採用しているような、そういった草刈り機のカバーの形になります。画像の方を載せておきますね。そしてですね、アクセルレバー、こちらもですね、ターゲット、カジュアルユーザーさん向けに一番市場の多い 18V をたくさん持ってるっていう人の方がまだまだ 40V を購入したっていう方よりもね、多いので、その 18V 市場にね、出すにあたって DIY 向けというんでしょうか、そのプロの方ではないだろうっていうのを見越してるのか分かんないですけど、そのスピードコントロールレバーをですね、無断変速仕様のエンジンの時みたいなね、無断変速仕様のアクセルレバーにしたりとかですね、楽々モードにしたい時は上に上げるっていう風なね、こういう風な構造になっております。実際私ね、実機試してみました。通常の回転数、アクセルレバー下の方に下げてった時の回転数からわざと一気に上にふんって楽々モードの方に上げた時にですね、自動停止します。停止の位置を越してさらに上に持ってった時にね、危険を察知してというか、まあ、停止したかったんでしょうっていう風にね、モーターの方では判断するのか、まあ、判断するんでしょうね。その停止位置よりも上にわざと上げた時で停止するようになっておりました。そういった安全面もね、考えて作られております。手元をね、そんな見ないで指の感覚だけでも作業しても安全度の高いね、そういった、回転数、アクセルコントロールができるような構造になっております。はい、まあ、トリガーの方でね、回転数の調整するわけじゃないんで、親指をね、そのレバーのところで、やるようなね、形になっております。そしてですね、ハンドルタイプは3タイプ発売になります。U 型ハンドル、ループハンドル、2グリップタイプと発売になります。そして、廉価版として、ホームセンターなんかの方で多く並ぶのはこっちの方かもしれないですね。3アンペアバッテリーが標準付属になって、フル充電が80分と、標準の6アンペアタイプのものより倍の時間がかかる廉価版仕様のもので、チップ層はですね、 AC ホワイトじゃなくて軽快チップ層というね、ちょっと重量の重たい方の安価なチップ層がついたタイプのモデルの方も発売となります。まあただね、モーターとかそういったのは一緒なのでね、使用感とかそういったのはバッテリーと充電器とかを変えれば標準の一般タイプのものと変わらない性能に思ってるのでね、それはそれで十分な能力を発揮するモデルですね、となっております。ただね、重量がね、3.6 キロとなってるので、200グラム軽いのはどこが軽いのかなというふうな、どこで重量を軽減してるのかなっていうふうに思いますよね。MUR195UDRG は 3.8 キロとなってるので、どこで200グラム軽量化してるのか、もしかしたらハンドルとかなんかが
違うところで軽量化してんのかもしれないですね。まあ軽量化なってるっていうところと廉価版だっていうところでね、ちょっとね、まあ耐久性が落ちてるのところがあるのかもしれないですね。まあちょっとこの辺ね、後で、聞いてみたいと思います。まあ実機をね、うちで仕入れて販売していくのは4月、3月下旬から4月ぐらいになると思うんですけど、まあまだね、外は雪で草は生えてないっていうのがね、二戸地方なので、ちょっとまだね、展示スペースもないっていうことでね、ちょっと取らなかったんですけど、まだですね、今後ね、発売になって出てくると思いますんでね、ナイロンコードはですね、330ミリのタイプが、指定になるみたいですね。ただ、ボディの方はウルトラメタルローラーなんで、まあちょっと大きめな方、エンジンでも使えるタイプの方となっておりますね。はい。ということでですね、MUR195 UD シリーズが発売になりました。今までのね、18V の充電式草刈り機マキタの方といいますとね、こういう先端モータータイプのものが主流だったんですね。これがね、プラスチックボディが水であったり、長い草をが乗った状態で左右に振ったりすることで、ここのハウジングが歪んできたり、まあ、ここのネック、首の部分ですね、ここがね、ガタついてきてしまったりとか、そういう故障が多かったんですね。まあ、これなんかはね、逃げる刃物なので、そういう作業がしづらいので、あと、まあ、ピンクっていうのもあってね、うちでは女性の方が多く買ってもらってますけど、このタイプでの故障はないんですけど、チップソータイプではですね、やっぱり男性の方が思いっきり振り回すと、そういったところが弱くて壊れてしまうっていうのがあったので、それが通常の草刈り機、まあ、今までのね、従来通りの草刈り機タイプ、後方モーターで先端ギアヘッド、軽量タイプのものが出てきたということでね、耐久性としては抜群なんじゃないかというね、形になります。それまでのね、販売実績としてありました、こちらスプリットモーターですね。18V、後方モーターのタイプの草刈り機。こちらもね、草刈り機仕様として使われる方なんかは、ね、非常に 大好評で、パワーも十分申し分ないですし、耐久性も優れてる。ギアヘッドもね、モータータイプのものに比べて軽量ですし、振り回しやすい。まあ、従来のね、エンジンでの草刈りのような格好で使えるっていうので、非常に人気でした。価格帯的にはね、これにかなり近いところがあるので、ループハンドルが欲しいんだっていう方はちょっと重くなりますけど、もしかしたら、こっちのスプリットタイプの方が、後での汎用性を考えたらいいかもしれないですよね。まあ、その辺もね、お店の方と相談してね、選択してみていただければと思います。価格帯的にも、これより、ちょっと高いぐらいの値段設定になるんですかね。実は、発売金額とかそういう、のもですね、合わせるとスプリットの方がなんか安く見えちゃうなっていう風な、お買い得に見えちゃうんだけどっていう風な価格設定になっておりました。スプリットですと定価設定で 75,600 円なんですよね。それが、スプリットではないこの MUR195UDRG が 76,800 円。実はスプリットの方はちょっと定価設定も安いですよね。まあそういったところで高機能、まあアクセルレバーであったり、そのモーター、新型モーターになってるんですかね。この無負荷だと5時間50分だよっていう風なね、そういったハイパワーブラシレスモーターを搭載となっております。23cc 相当。出力はですね、スプリットのこのタイプ MUX18DRGM と同じぐらいかと思います。という風なね、ところで、その辺の違いもあったりなんかしてね、選択肢の中でそのスプリットとかもね、検討されてみるのはいいのかもしれませんね。そしてですね、セールが多分何かしら4月からやると思うんですよね。対面販売でのバッテリー半額キャンペーンだったりとかね、そういう、付加価値的なね、対面販売のセールが始まると思います。まあそういうので含めてね、今すぐ買う容量をね、シーズン始まってからの方がお得な情報があるかもしれませんのでね、そういったのも含めて、シーズンになりましたら、まあシーズン始めですね、なりましたら販売店さん行ってね、どういうこのいい上手な買い方ありますかっていうふうなね、お問い合わせしてみていただければと思います。というわけでね、とりあえず発売しましたということなので、発売告知をさせていただきました。今回の動画良かったなと思いましたら高評価お願いいたします。チャンネル登録まだの方、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。はい、現在、ひぐひぐチャンネルではですね、 YouTube メンバーシップを募集しております。動画のね、下の方にメンバーになるっていうね、クリックするボタンがあるので、そちらの方からね、詳しい内容を確認してみていただければと思います。メンバー様の特典までですね、過去の修理動画を見放題となりますし、修理動画に対するですね、ご質問であったり、どこを見ればいいんですか、どういう部品を
手配すればいいんですかっていうのをね、スチールは、通販禁止なので品番とかそういったのもねお知らせさせていただいてもらっております。過去動画のですねコメント欄とかそういったのでもいいですし、メールとかそういったのでもねお問い合わせしていただければメンバーシップ様のね限定のページなんかの方でね公開させていただいてもらっておりますので、ぜひそちらの方もねご利用してみてください。その他にの特典としましてはですね、先行で新しい動画の公開だったり新しい様々な関連商品のですね情報を先に先行でね発表させていただきますので、ぜひねメンバーの方ご登録していただければと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。